どうも、田原元就です。この動画ではレパードステークス、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。過去にはダート G アンバーを何頭も排出するような、そんな出世レースとなっております。まずはデータの方から紐解いていきたいと、そんな風に思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、早速分析を始めていきます。まずは、人気馬なんですけれども、一番人気馬ですね。こちらの数字が上がるわけなんですが、馬券内率 80%、非常に一番人気馬の信頼度高いです。で、それ以外の人気馬を見てみますと、7番人気以下、こちらに該当した馬というのが、3勝2着4回とね、非常にいい成績を残していた、そこを見逃せないと僕は思っているんですね。それこそ10番人気1着とか11番人気1着とか、そういったような波乱も過去ありましたので、結構頭割りとかね、そういった部分に関しては警戒した方がいいのかもしれません。はい、続いてはローテーションですね。こちらなんですけれども、傾向がはっきりと分かりました。ですね、こちらの数字、こちらを見ていただければと思うんですが、ユニコーンステークス組とジャパンダートダービー組、そして前走2勝クラス組、基本的にこの3つが主流ローテという風になっておりました。中でも注目していただきたいのがジャパンダートダービー組です。こちらの方の成績でいうと馬券内率がね 40% オーバーというそんな数字でして、その中には12番人気1着のローズプリンスダムであったりですとか、11番人気3着トイガーとか、そういった結構な2桁人気馬の、による激走もあったんですね。前走この地方と結構ねかなり強いというそんなメンバー構成の中で戦ってきた経験値、こちらに関しては見逃せないという風なデータになっておりました。で、腰の該当馬を挙げてみますと、ハピという馬がね、前走ジャパンダートがダービーから臨むそんな一頭となっております。中央馬車だとね、ほとんど奥勢がないというか、ダートで負けなしですかね、中央だと。そういったような馬でもありますし、左回りに関して言うと、中京ダート 1800m、この条件での勝利実績もありました。中央馬車だったらね、1枚格上かなと、そんな風にも思える存在でもありますので、このローテーションというところでね、特に評価を上げたいようなそんな一頭だと考えております。はい、続いては血統なんですけれども、やっぱダート重賞ということもありますので、いわゆる普段よくあるようなね、サンデーサイレンス系とか、そこまで目立った数字は上げておりませんでした。この中で注目していただきたいのが AP インディー系という、そんな血統なんですけれども、その中において、ね、特にパイロ3区、こちらの3区に関して言うと、1113とね、馬券内率 50%、7番人気1着献身校であったりですとか、そういった、高層馬が多数排出されているようなそんな血統でした。やっぱ AP インディー系ってね、このダートの中距離戦においてかなり存在感を発揮している、そんな血統でもあるんですが、中でもね、注目していただきたい、そんな血統だと言えるのではないでしょうか。で、こちらの該当馬なんですけれども、AP インディー系全体でくくってしまうんですけれども、例えばバレルゾーンであったりですとか、ヘラルドバローズとか、パイロ3区で言うとラブパイロとかね、そのあたりが該当する結果となりました。このレースと非常に相性がいい、そんな血統でもありますので、血統のところでは評価を上げたいような、そんな馬たちだと考えております。はい、続いて所属別の成績ですね。こちらなんですけれども、関東馬と関西馬、こちらに分けたところですね、そこまで、目立ったような成績の差はなかったんですけれども、近3年に関して言うと関東馬が連続で勝利、その中には人気薄も含まれておりましたので、直近の傾向で言うと関東馬優勢、そんなことが言えるデータとなりました。で、こちらの関東馬、主な関東馬を挙げますと、例えば、ホールーレットですよね。2勝クラス勝ったホールーレットですとか、ダートで無傷の2勝のメインアットワークであったりですとかね、関東オークスに弱はラブパイロとか、そのあたりが該当をいたしました。この中だとホールーレットがね、多分人気にはなると思うんですけれども、近年の傾向という、この所属別というところにおいてはね、評価を上げてもいいのかもしれません。はい、続いては機種別の成績ですね。こちらなんですけれども、戸崎啓太ジョッキー、このジョッキーが素晴らしい成績を残しておりました。数字で言うと、2113とね、非常に高い、そんな馬券内率を誇っておりまして、それ以外のところにスポットを向けてみますと、例えばね、カーデユーガジョッキーもそうだったんですけれども、中央のダート G1 で勝っているジョッキー、こちらの成績はすごい目立っていたんですね。大野拓也ジョッキーなんかもまさにそうだったんですけれども、やっぱ持ち屋と言いますかね、そういったダートで重賞とか、そういったところで戦績を残しているジョッキーには注目した方がいいのかなというふうに考えております。で、こちらの出走馬を見てみますと、戸崎啓太ジョッキーがメインアットワーク。で、あとそれ以外のですね、ダート G1 で勝っているジョッキーに目を向けてみますと、例えば、川田優雅ジョッキーが大成ドレフォン、ホールーレットは福永雄一ジョッキー、そんなようなね、騎乗予定馬となっております。いわゆる人という部分に当たるわけなんですけれども、要注意とね、言えるのかもしれません。はい、続いては枠順ですね、こちらをご覧ください。枠順に関して言うと、そこまで極端な差は見られませんでした。1枠から8枠まで満遍なくね、勝利を収めている、そんな傾向が伺えます。
まあそうですね、この条件に関して言いますと、まあ、ダート 1800m 新潟という条件でして、1コーナーまでね、極端に距離が短いとか、そんなようなこともありませんので、まあ位置取りに関してはね、まあ去年とか名将村コムが外から勝利を収めたわけなんですけれども、ある程度濃いさえつけれればいいというね、そんな経緯となっております。で、その客室と関係するんですけれども、枠順に関してもね、そこまで気にする必要はないのかもしれません。で、その枠順に関してちょっと客室のところにも触れたんですけれども、こちらに関して言うと傾向がめちゃくちゃ明らかです。基本的に先行馬と逃げ馬、これだけを狙ってくださいという、そんなようなデータなんですけれど、前残り傾向が明らかということでして、直線一気でね、突き抜けるっていうのはなかなか簡単ではありません。この新潟だと 1800m という条件なんですが、基本的には前残りというね、そんな条件でもありますので、前に行けることがかなりアドバンテージとなっている、そんなデータとなりました。で、今年の出走馬の中で前走が逃げた馬というのは挙げてみますと、例えば、シダーという馬ですとか、ロードジャスティス、あとバレー、でラルナ、この辺りが該当をいたしました。前に行けるアドバンテージ、このレースによって計り知れません。やっぱそういった部分を考えますとね、前走を逃げて競馬を逃げる競馬をしていたこれらの馬には注目した方がいいのかなというふうに考えております。で、最後にですね、高走率が高いというそんなデータと高走率が低いというそんな両極端なデータをお伝えさせてください。まず、高走率が高いデータの一つ目なんですけれども、こちらがね、2頭に該当するんですが、中京ダート 1800m を 4×4 番手以内で勝って臨んだ馬、こちらに該当した馬というのが1402と非常に高い高走率を残しておりました。こちらなんですけれども、2桁人気馬による2着、これが2回もあったんですね。去年のスイープザボードなんかもまさにそうだったんですけれども、非常に強力なデータと僕は考えております。今年該当する馬2頭おりまして、まず1頭目が大勢ドレゴンという馬なんですが、こちらの馬がね、前走2勝クラス中京ダート 1800m で圧勝を飾っておりました。両馬もダート1008でいうと勝ち時計ダントツみたいな、そんなようなところもあったわけなんですけれどもね、その馬とあともう1頭がヘラルドバローズ、この馬ダートで全然大崩れがないというそんな馬でして、前走1勝クラスもこれはもう難なく勝ったというそんな一戦でした。共にね、前走ダート、中京ダート1008を先行して勝ったという、そんな共通点がある2頭ですので、この2頭に関してはね、データのところの注目馬とさせてください。あともう1個、高走率が高いという、そんなデータなんですが、こちらに関して言うと、両馬場ダートの 1800m。この条件において、持ち時計が出走馬中で1位とか2位とか、その上位ですよね、そこを占めた馬というのが10年中7年で馬券圏内に入っておりました。こちらのデータなんですけれども、例えばね、11番人気1着だったローズプリンスタムですとか、10番人気1着早やっこ、この2頭ですね、人気薄2頭も該当していたんですね。やっぱダート戦線というのはね、持ち時計で言うと、両馬は僕は見るのがいいと思っています。やっぱ足抜きのいいダートだとね、どうしてもその馬場差というのがかなり顕著に出てしまうんですけれども、ある程度の両馬場だったらね、そこまでめちゃくちゃの差はないと思うんですね。まあ、例えば冬場でね、凍結防止剤とか、そういったのものになると話は変わってくるんですけれども、であればね、この3歳というこの条件におきましては、持ち時計重視、これが一つの作戦として有効なのかもしれません。で、こちらの該当馬なんですけれども、まあ、1頭目は大勢ドレフォン、これ先ほども挙げましたので省略をいたします。で、もう1頭の方がバレーデラルナという馬なんですけれども、こちらの方がね、前走かなりいい時計で勝っておりました。これまでなかなかダートで勝ちきれなかったというそんな1頭だったんですが、前走ね、積極的な競馬で圧勝を飾っておりました。こういった、なんだろう、勝ちきれなかった馬って、ある1個の勝利をきっかけにトントンと上がっていく可能性というのもね、十分考えられますので、今回の持ち時計データ、そこに関して言うとね、注目すべきそんな馬たちだと思っております。で、最後にですね、高走率が低い、そっちの方のデータもお伝えをさせてください。こちらなんですけれども、ホールレット、他6頭に該当するんですが、母父がサンデーサイレンス系。こちらに該当した馬というのが00034、とんでもない数字を叩き出してしまっておりました。これちょっと調べてみてかなりびっくりしたというそんな数字だったんですけれどもね、この中には3番人気以内に支持されていた馬6頭が該当しております。そういった人気馬ですら馬券圏外になってしまった、そういったようなデータでもありますので、いくらダート重賞とはいえね、母父サンデーってそこまで僕マイナスとは思っていなかったんですが、このレパートステークスにおけるデータ、ここにおいてはかなり悲惨なそんな成績となってしまっておりました。で、該当馬は6頭ほどいるんですけれども、この中ではちょっとホールレット、この馬に絞ってあげたいと思っております。この馬は血統的にね、すごく良血馬というか、兄がダート G1 馬という、そんな血統なんですけれども、前走、これかなり強い勝ち方でした。ただですね、前走を控える競馬をしていた、これが果たしてこのレパードステークスにおいてどう働くかどうか、そこだと思うんですよね。やっぱ控える競馬っていうのはこのレパードステークスにおいてすごく相性がいいとは言えません。それはね、先ほど客室別のデータが証明しております。
に加えまして、この8のサンデーサイレンス系というそんなデータがのしかかってしまった。やっぱり今回人気がね、おそらく予想されると思うんですけれども、少しだけこのホールレートに関しては、ね、気になるデータとして留めておいてください。あともう一個の構想率は低いというそんなデータの方もお伝えをしたいと思っております。こちらなんですけれども、地方と海外を除いた前走がダート 1900m 以上の距離だった馬、こちらに該当した馬というのが00017と1頭も馬券圏内がありませんでした。これ不思議なデータだなと思ったんですが、それこそね、先ほどローテーションの項目で示しましたように、前走ダート 2000m、 要はあれがね、ジャパンダートダービーで 2000m ですので、そういった馬すごく来てます。なんですが、そういったやっぱね、 G1 レースとのというところで言うと、距離不適にも参戦しなければならないとか、そんな事情もあったのかもしれないですよね。ただそれ以外のデータで言います。それ以外の舞台、例えばその中央の阪神ダート2000とか東京ダート2100とか、そういったところっていうのはもう勝ちを狙って出走する、いわゆるその距離に適性があってこそ出走するという、そんなローテーションだと思っております。ただそれが果たして今回の新潟ダート 1800m においてリンクするかどうか、そこで言うとね、このデータを見る限りマイナスと言わざるを得ないというそんなデータとなっておりました。でこちらの該当馬なんですけれども、各自オクタゴンという馬とインディゴブラック、この馬などが、ね、では該当しているというようなそんなデータになっておりました。各自オクタゴンに関して言うと、前走ね、2勝クラスのダート 2000m 阪神だと、こちらを勝っていたんですけれども、今回で言うとね、やっぱ今回、このローテーションというマイナス条件、ここに当てはまってしまいますので、ちょっとマイナスデータに抵触してしまったそんな馬と捉えてください。はい、以上でレパードステークスのデータ分析は終了となります。このレースなんですけれども、前走からのローテーションと今回の客室、これかなり大事だと僕は思っているんですね。まあそういったデータ分析から紐解いていったものをこう導いてですね、うまく予想に活用していただければ、そんな風に考えております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。